で、そういう形で悶々と来てから、うん、でそのまあこの文法に出会えて、で釈服するじゃないですか。そしたらあれってもうなんていうかな、もっと悩みを抱えてる人がいっぱいいるんですよね。あ、これ私不幸じゃないわってよく考えたら、あ、ちゃんと親の愛を受け取るなっていうのを、うん、あの感じて、うん、うん、なんかじゃけそういうふうに今はなんか。その当時はもう自分が一番不幸だっていうなんかヒロイン的なことを思ってたんだけれども、うんうん、あ、全然違うわと思って、うん、じゃあ結構燃えたわけね、釈服ね。もうバリバリよね。あ、全然違うか。その頃は知って、もう知ってたの？知らない知らない知らない。平成今13年の話だよ。でも組織は違うから、そうそう、全然違う。全然違う。古いけど、もうこう接触はないわね。ないない。ほんでまあバリ着服したらバー離れてったわけだよね。よ、まあ良かったっちゃ良かったけどね。うん、でこっちももうスーッともう何ともなくなっちゃって、こっちも気持ちが、あ、そうですうん、でもういよいよじゃあもうこれは仏法だという方へ入ってったわけでね。そっからと。そうです。そのよく聞きたいとこはさ、魔の通力らしくことは出たの？それがね、うん、いやそれがね本当にね、もうこれも悲しいんですけれども、うん、